こんにちは、マッスルアップの K です。早速ですが皆さんに質問です。この中で正しい腕立て伏せのフォームはどれでしょうか？はい、これ全て正解なんです。腕立て伏せはフォームを少し変えると刺激の入る筋肉が変わってきます。今回は腕立て伏せの手の幅、重心、腰の高さについて見ていきます。まずは手の幅です。最初に肩幅の 1.5 倍の手幅の腕立て伏せを見てみます。この幅ではこのように腕が体の横から前に移動する動作で、肩関節の水平内転という動作に近いです。大胸筋はこの水平内転で力が発揮しやすいという性質がありますので、ワイドの腕立て伏せでは筋肉の長さと張力の関係が最適化され、一般的には大胸筋に最も効かせやすいとされています。ただし筋電図による活動の測定ではワイドが最も大胸筋の活動が低くなったという結果があります。大胸筋を使いやすい動作の割には一番効果が低いそうです。筋電図の結果ではワイドは肩甲骨を前に出す前鋸筋という筋肉が3つの幅のうち最大となります。私自身も最初のイメージとは逆の結果に驚きましたが、少なくとも最もストレッチを感じやすいフォームなので、大胸筋に意識を向けるトレーニングとしては有効なのかなと考えています。特にプッシュアップバーを用いて可動域を広げた場合は非常にストレッチを感じやすいのでおすすめです。次は肩幅の場合です。上から動作を見ると脇が閉じており、上腕は体の後ろから前に移動しています。この動きは肩関節の屈曲と呼ばれ、大胸筋、鎖骨部と三角筋の力が発揮しやすい動作です。肘が体に近づくほど解剖学的には大胸筋が力を発揮しにくい状態となりますが、筋電図では中部はワイドと同等、上部でワイドより活性が高いという結果になっています。また肘の伸展の可動域が増えることで上腕三頭筋、特に長頭への刺激が入りやすくなります。最後に肩幅より狭い場合です。肩幅では体の後ろから前へ腕が動いていましたが、さらに閉じることで再びワイドのように上腕が横から前に動く水平内転の動きが加わります。また肘の可動域が最も広くなります。そのため一般的には上腕三頭筋を狙ったフォームとされますが、水平内転の動きがあるため大胸筋にも刺激が入りやすいはずです。また3つの中では押し切った時に上腕が最も体幹に近寄るため、大胸筋の収縮が最も感じられるのもこの幅の特徴です。実際に筋電図では狭い手幅が上腕三頭筋、大胸筋ともに最大という結果になっています。感覚的なところで言うと、私も G さんも狭い手幅が最もハードに感じています。大胸筋、上腕三頭筋ともに活動が最大ならこれだけやればいいような感じがしますが、ナローでは上腕三頭筋が先に疲労して大胸筋をうまく追い込めないということが起こるかもしれません。ですので私たちのおすすめは3つを使い分けるのが良いのではないかと考えています。筋トレ歴の浅い方は目的の筋肉の刺激を感じることが大事なので、ワイドでストレッチの感覚をつかむ、トレーニングとしてはナローを中心に行い、腕が先に疲れる場合は肩幅に変更するといった具合です。骨格による差異もあると思いますが、一つのやり方として参考にしてみてください。続いては重心や腰の高さで負荷がどう変わるかを見ていきます。手の幅は肩幅程度だと思ってみてください。基本のやり方は横から見た時に手と肩を結ぶ線が垂直の状態から始め、下ろす際には若干肩が前に出るような形となります。この通常のやり方から体を前に出し、肩が手より前に出た姿勢から始めてみます。ここから始めると肩関節の屈曲作用が強まり、肘の可動域が狭まるため三角筋に効かせやすくなります。
重心を終始前に置いた腕立て伏せを数度プランシェプッシュアップといい、自重トレーニングの肩の種目でもかなりの高負荷が得られます。もし普通に腕立て伏せをしているつもりで三角筋ばかり疲労するという方は、前傾しすぎていないかを確認してみてください。続いて肩の位置が手よりも足側にある後ろ重心の場合です。この開始姿勢をベースに行うと、やや斜め上に押し出すような軌道となり、大胸筋上部、三角筋鎖骨部寄りの刺激となります。このやり方では上昇局面での大胸筋中部の刺激はかなり減ってしまいます。また重心が足側に移動しながら動作しているので負荷が下がっている可能性があります。筋力が足りていない方によく見られるフォームですが、これではうまく胸を鍛えることはできません。腕立て伏せは体を一直線に保ち動作しますが、筋トレを始めたての方はそもそもこの開始姿勢がきついためにこのような動きになるのだと思います。後ろ重心で大胸筋中部も狙うのであれば、下ろす動作の時、胸を地面につけに行くような軌道にすると改善されます。最後に腰の高さでの変化です。腰が落ちたフォームは一般的には悪いとされますが、この動きは肩関節の内転に近くなり、大胸筋下部に刺激が入りやすくなります。ただ腰を痛めやすい上に中部繊維への負荷が下がるため、姿勢の維持ができないのであれば膝をついたフォームに変更することをお勧めします。また下部を狙うのであればディップスをやりましょう。逆に腰の位置を高くしていくと肩関節の屈曲作用が強まり、三角筋や大胸筋上部に刺激を入れやすくなります。さらに腰を高く上げ、上半身が地面と垂直に近づくと、三角筋中心の腕立て伏せにすることができます。一口に腕立て伏せといっても、手の幅や重心でターゲットとなる筋肉が変わってくるので、ぜひ参考にしてみてください。これから始める方は通常の腕立て伏せの解説もありますので、そちらもぜひご視聴ください。